Can I ask what's wrong? The fuel system. The metering unit on the engine. エンジンが悪いそうなんですね。スタートがなかなかできないんですって。なんか燃料噴射装置のあたりはメカニックの人いじってますからね。エンジンの燃料系のトラブルっていう。ストーンカーブを走っておりますのは今年から F2 に挑戦、富士を含めて3戦目になります33番トライデントマーチの清水正智。富士のグランチャンレースではしばしば予選上位に食い込む力を持っておりますが、鈴鹿はまだ走り込み不足という感じで現在もラップ遅れの第8位。今回も目指すのは完走ですと言ってスタートしていきました。それではこの33番の清水正智とトップ37番中島の走り、それに脱出スピードをスロービデオでご覧いただきましょう。上が清水、下が中島です。シャーシーはともにマーチ81に、エンジンは清水がBMW、中島がホンダです。ご覧のように中島の方が初めからスピードが違うようです。すでに左の縁石に差し掛かっております。クリッピングポイントの違い、ラインの違いも一つご覧いただきましょう。そして 130R の最終脱出スピード、中島が179キロ、それに対して清水は171キロ。やはり清水にとって慣れない鈴鹿のコースが響いているようです。トップ走っている中島選手のチーム監督、生澤さんです。今日はだいぶいつもと違う接戦ですけれども。いやね、彼がどのくらいの余裕を持って走ってるかうち分かんないわけね、はい、もう限界ギリギリなのか、余裕を持ってセーブして走ってる。タイヤは何しろセーブしろってかなりしつこくスタート前言ってるんで、でももしかすると余裕ないかもしれない。その辺がちょっと分かんなかったんで、ただ今見たらかなり余裕を持って、だからまあ本当に冷静だよね、あの人はね。それはなんか向こうの方からなんか言ってきたんですか、どっか挨拶してきたんですか、なんか。このレースのタイムの流れ見てると分かるから、だから非常に冷静に判断してるなと。いやもう今でもタイムが12秒ですからってことは、そうですね、こんだけ雨が強くなって、しかもタイヤが摩耗しても12秒出るってことは、前半かなり抑えてた、ただこっち分かんないからね、それちょっと心配だったんだけど、レースは29周目、いよいよあと1周半となります。レグラーカーブに入ります。トップ37番中島、そしてその後ろ2位の8番の松本。1戦と4戦、今年も第1戦に続いて連続ゴールポジションを奪いながら中島に前を行かれております。カーナンバー8番 DHL マーチ822の松本圭司、やはり雨の中のレースということで慎重になりすぎているんでしょうか。今の松本の力から言いますともう少し差を詰めてもいいはずなんですが、22周目を境にして差がちょっと広がっております。現在手元ケージで2秒半から4秒半です。はい、どうぞ。もうあとわずかなんですけれどもね、2位の松本選手の方がね、エンジンがレースのスタート前にピットインしてきて、ちょっといつもより重いなんて言ってたんですよね。そのままもう時間がなくて結局レーススタートしたんですけれども、その辺でちょっとね、エンジンがいつもと勝ったでいいなっていう、違うなっていうのをね、彼思って今走ってるのかもしれないですよね。ピットでもそういう風に見てます今、雨は依然止むことを知らないように降り続けております。この雨です。残りあと1周と少しとは言いますものの、そしてまた松本のエンジンがやや不調とは言うものの、一つのミスがあればたちまち逆転ということになります。さあ、いよいよ最終ラップの30周目です。トップ37番ジョンプレイヤースペシャルホンダの中島悟、2位カーナンバー8番 DHL マーチの松本圭司、3位との差は大きく開いています。その差が30秒以上になっています。その後方、藤田との接触がたたりまして追撃のチャンスは途絶えておりますが、1周目から最終ラップまで3位を維持しております24番アドバン東名ピアマーチの高橋健二。1秒差、6番のスピードスターマーチの黒沢元春、
その黒沢を追いますのが25番アドバントールマンの高橋邦光。第一戦でリタイアしているだけにここは完走を狙っております。このマシンは66番ラップ遅れのライカマーチの小倉義行。予選前日の練習でクラッシュ、予選の2回目にようやく間に合っておりますが、アライメントも不安定なまま予選にトライをしております。しかしまずまずの健闘と言ってもいいんではないでしょうか。今や古典的な感じがいたしますマーチ782から本格的なウイングカーマーチ812に乗り換えておりまして、今回が初めてのウイングカー、次回の第3戦での期待が持たれます。そしてスタートでの出遅れがたたいましたものの、持ち前の堅実さで6位を走っております20番のエクイプマウラーの浅井恒久。さあトップの中島、無事にスプーンを通過。あと残すのはこの 130R と最終コーナーだけです。待ち構えるチーム生沢のピットクルー、飾りました。続いて2位にはカーナンバー8番松本圭司、ついに追い上げはなりませんでした。しかし最後まで中島を苦しめました。楽な独走を許しませんでした。さすがに松本というところでしょうか。一つ順位を上げました。3位でゴールは高橋健二。今年は富士 F2 に続く2度目の表彰台です。日産時代のチームメイト高橋邦光との激しい競り合いの末、 F2 復帰後最上位の4位に入賞いたしました黒沢元春。5位の高橋邦光とのタイム差はわずか0秒71でした。6位が浅井、この6台が30周をラップしています。最終結果はご覧の通りでございます。雨の中優勝の中島の平均時速は 162.14 キロでございました。さあウィニングランを終えました中島がホームストレートに戻ってまいりました。ねえ、暗かった。そうだな、久々だよ。あ、出て出て、まあ、今日は久しぶりによくやりましたね。さあそれでは優勝インタビューです。中島さん4連勝おめでとうございます。どうも。危ない危ない。今日はあのスタートで松本選手と1コーナーですごい競ってたけれども、いや彼紳士だよ、うん、すごく、っていうのはね、彼前にいて僕の方がスピード加速良かったからね、前行ったんだけど彼は決して寄せなかった、最高、もうすごく嬉しかった、だからレース最高。普通ねこうしちゃうんだけど、僕外から行ったからさ、少し来られればもう引かなきゃなんなかった、彼はもう最高だった、嬉しかった。後ろにずっと松本選手がついてましたけれども、あの辺はすごいやっぱり苦しかったですか。辛かった。今日ちょっとね、ちょっとこう自分の好みに操縦性合わなかったからすごく辛かった。週遅れごとにねケイちゃんがちょっと引くんで、すごく助かった。これで4連勝ですけれども、これで4連勝ですけれどもね、今までどれが一番嬉しかったですか。いや、ない、全部一緒。どうもおめでとうございました。シリーズポイントはご覧の通りでございます。2戦優勝の中島フルマークの40点、2戦とも2位の松本が30点となっております。表彰が始まりました。まず表彰台に上がりましたのは37番ジョンプレイヤースペシャルで見事鈴鹿4連勝の中島悟。そして2位のカーナンバー8番 DHL マーチ松本圭司、